はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。今回は珍しいことなんですけど、日本と台湾ってどっちも爆絶なり超絶なり豪絶なりはだいたい同じタイミングで始まるんですよ、いつも。なんですが、今回多分アップデートの関係で先見たまがね遅れてきました。遅れてきたということは、日本の皆様よりもワンテンポ早くワルプルギス重心化使ってプレイできるということです。やっていきましょう。ただ初手ミスったせいでずれちゃったね。初手で決まってればな、2フレしないとダメージは入らないんで、さあどう動くか。これでいいかな。そう、なんで優先して倒したかっていうと、彼の打つ電線切り同族のやつ、うち聖騎士3人いるんでダメージ半端ないんですよね。2フレできてるか。うん、オッケーオッケー。あ、そっち行っちゃったか。距離感ミスったな。雑魚処理して、あ、すいません。説明が遅れたんですけども、先頭にいるキャラ、惜しい。先頭にいるキャラと2番手にいるキャラは、飛行のダメージウォールの貫通ですね。イブと同じ感じです。ストライクショットが大号令なんで、正直そこに関してはイブの方が強いかと思いますが。さあ、みんな上に集めていこう。どうなんだろうね。いや、シールド復活したか。とりあえずシールド？とりあえずシールド言っときたいけど、1切れできるかな。OK。多分今のはね、ワルプルの友情も絡んだのがありですね。これ行きたいな。ここで行きたい。地雷もまずいしね。あっそ。地雷食らうね。1万3000。なんか低いね。あ、1万そんな低かったっけ？耐性持ってないよね。耐性持ってる波になんか、ダメージが減った気がしたけど、気のせいかな。いや、この同時処理やめてほしいな。次でこれビットンが即死打つのかな？だからビットンが数字1になったんだよね。頼むよ。いやー、マジか。即死は打たないけど、そう、回復タイミングが早くなってきたな。渋い。ちょっと逃げです。さて、ここでそろそろ決めないと時間的にまずい。変わって、ようやく決まった。いやー、やっぱ難しいね。日本だとね、加速がいたんで、ちょっとやりやすかったんですけど、加速はいないですからね、さすがに。さっき一回孫悟空積んだんですけど、もう何の役にも立ちませんでしたね。いや、端っこにいるな、みんな。2フレできる場所すらわからない。どうだ、これ。やっぱか。ちょっと角度渋いなと思ったんですよね。とりあえず上下。で、次がイブか。で、ワルプルー。白バク一発からかな。下優先しよう。いや、これでいけるか。届くかな。オッケー。なんとか雑魚処理終わりました。んでまた復活。これもうまいこと作られてるね。本当に難しい。あれ？マジか。今のは狙ったんだけどな。今のは、ね、弱点に3フレして突っ込むつもりではいたんですけど。次イブでしょ？と言って捨てます。うん、やっぱ1万7000か。だからもうちょっとダメージあった気がしたけど、気のせいかな。殴って帰ってこれるでしょ、イブなら。
オッケー、バトル3突破で。きついな。ワルプルギス重心化、やっぱこれはなんかサブ友情の加速とかだったらね、本当に先見たま専用機になれたんですけど、毒拡散だからな、正直いるかいらんかでもそんなにいらないな。もちろんね、あの他のキャラに比べれば非常に強いとは思うんですけど、ただめちゃくちゃ強いってわけではないですね。あのワルプルの一番の強化点って私の中では友情コンボだと思うんですけど、それがねこのクエアだとほぼ意味ないですからね。ほぼっていうか、まあ、あわよくばビットンのシールド割ってくれるかなぐらい。ちょっと厳しいね。どうすっかな。一応2フレでもダメは入るんで、弱点いけば少しでも削っていこう。なんかみんな右下来ちゃったな。右下は良くないぞ。入らない。で回復されたね。参ったな。ワルプルは地雷を回収しよう。マイス L でもダメージはやっぱ大きくは入んないですね。これじゃあ大号令打ってみましょう。強制的に3フレになるのかな、こうもみくちゃになれば。あ、攻撃アップで出た。攻撃アップが出たってことは、うまい具合にこれ撃てば。いけるんじゃないか。おお、強制3フレ。とまあね、もうどこまでいけるかな程度でやってるんで、ガンガンストライクショット扱っていきます。で、ワルプルは SS がちょっと速くなったのが嬉しいですね。2ターン遅延が打てる。で、ここがクソみたいに内容高いんで、場所いいね。あとはフレズベルグをどう処理していくかっていうところでいつも困るんですが、もともと24ターンだから、溜まるでしょ。溜まることを祈って打ちます。いや、普通に行ってもいけたか。と思ってなかったかな。多分24ターン溜まると思うんで、溜まらなかったらどうしよう。一応ボスです。いや、飛行3体だとなんか結構地雷食らっちゃいますね。あまり食らいたくないんだけどな。さあ、ここは安定の盾にするか。盾だね。あ、いいダメージいった。いいね。これ初手としては最高の位置にいましたね。やっぱ縦に並んでるとのはでかいですね。雑魚優先。雑魚優先して、あとは先見たまちゃんを削るだけ。レザストもね、もっと手前にいてくればかなり効果あったと思うんで。あ、弱点入らないか。よっ。いやー、弱点入らない。マジで今の2手はでかい。ミスの方で行って帰ってこない。よっ。オッケー。いや、ギリだね。地雷もらったらまずかった。次、エイブが SS 打てるけど、どうだろう、他が溜まるかな。ここ打った方がいいか。電線切りいっぱい打ってくるしね。ワルプル姉さんの SS はちょっと期待できそうにないですね。2体処理したけど、使った回はあったんだろうか。あ、でもこれをまとめてもらうよりはいいか。届くか。届いたね。さあ、カーマ同時処理。ただ HP 削れてるんで、2フレでこれはいけるでしょう。あ、3フレいけるね。
ダメも稼ぐ。さあ、地雷が怖くなってきたな。もう SS はないからな。ちょっと使いどころ早すぎたな。さっきのワルプルの SS はちょっと、ほんと我ながらミスった。もう一回、いかないか。いや、左目痛い、左目痛い。これじゃダメだよね。これじゃダメージが入らないから。うん、まあ、十分十分。で、地雷回収と回復。いや。こっちで行こう。回復しなくても大丈夫だと思う。耐えろ。あっぶねえ。まあ、おかげさんで。おー、ラスゲまで行けたね。さあ、ここで本来であればね、ワルプルの1段階目 SS が溜まってる予定だったんですけど、そんなに甘くなかったですね。もう一体。あー、持っていけないか。金波が湧いたね。ここで金波取りに行かないとまずいね。どうすっかな。もう今10時になっちゃったんで終わっちゃったんですよ。クエ自体はこれで負けたら終わりだからな。こっちから行くと多分止まるかな。止まりそうだな。回復しよう。回復するけど1体は持ってきたい。だからどう考えても無理だ。とりあえず回復するしかないか。回復するついで何かできることが、ワルプルが戦いやすいように下へ止まるか。そうだね。うん、その辺その辺。いや、ひだめいて、やっぱやってよかった。でもきついな。でもきつい。さあ、意味のない大ゴール行きましょう。意味ないかな。角度つければいけないかな。いや、マジでプリン処理できなかった。うーわ、負けた。いやー、まあまあ、ラスゲまでいけたから、いや。次は勝ちたいな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。ワルプルギスの重心化使ったんですけども、SS が軽いと思って使ったらそんなに軽くなかったっていうのが私のミス。そのぐらいしか報告することはできませんでした。性能を生かすことは日本版で頑張っていこうと思います。すいませんでした。じゃあ、バイバイ。